えー、私の職業選択は期待値慣れる可能性慣れた時のメリットで考えた結果そこそこの大学に入り大企業に入る選択をしましたいいじゃんいいじゃん岡田さんは慣れる可能性が低い選択をしてるかと思いますがその道を進むと決意するきっかけやその選択をした際に考えていたことを教えていただきたいです。えー で、大企業に就職って考えたことも子供の頃から考えたこともなかったですよね。まあ僕は大阪だから大企業っていうとなんかこう三井住友みたいないわゆる財閥系かそういうところに入ることだと思うんですけどもいやもう発想になかったですよね。どういういい仕事か、まあ、それがわらないし。 そのサンダーバード見てるからサンダーバードの模型作る人になりたいとかウルトラマン見てるからつぶらいプロに入りたいはあるんですよ。それはあるんですけどもそれ大企業じゃないですよねやりたいことをしてお金になればいいやと思うしか思ってないし今もそうですよねやりたいことをやってたまたまこれがお金になってるからたまたま続けてるだけでこの YouTube にしてもニコニコ生放送にしてもですねこれを やりたいからやっていて、それがたまたまお金になってからであって、これはもう本当に偶然とか幸運の問題だと思うんですよね。で、ただ、そのとね、この人が聞いて、そのなれる可能性が低い職業って言うんですけど、慣れると考えてる人ってだいたいなれないんですよね。だと、あの、どうすればアニメ監督になれますか？とか、どうすれば声優になれるかっていう質問ってすごい多いんですけど、もうもう僕答えるのは。 なれますか？と聞いている人は、全員なれないですっていう答えしかないんですよねあの。なれるではなくて、やる、続ける、やる、儲ける、続けるかな。とにあえずやって、そのやり方で儲けて、それをずっと続ける。何年も、何年も続けるしかないんですよ。なるは、なるは、もう全部ダメ、なりたいは全部ダメ。だから、やりたい。 ってて、いいうう発想じゃななくてもうやるしかないんですよとりあえずやって最初の仕事をやってみて最初2回目3回目3回目の以内の仕事でちゃんと設けてその結果ずっと続けてたらそれを何年も続けた人は監督と呼ばれたり声優と呼ばれたりするだけでですね、まあ、それが可能性が10分の1であろうが100万分の1であろうが関係ないですよね。やって続けて 設けることができたら、それが僕はあの成功だと思います。すいません。あのあんまり答えになってないかもしれないんですけども、同じような質問がね。2つあるんですよ。なつさん男性20代。 いつも楽しく拝見しています。早速質問ですが、岡田さんは映画評論を成り割にするためにどれぐらいの映画を見る必要があると考えてますか今や YouTube などに投稿すれば誰でも参入できる業界です。確かにそうですよね。<laughs> 岡田さんのように映画面白おかしく語れる口の上手さなどが大事なのはわかってます。<laughs> ま,まあ、否定しません。はい、そうですよね。<laughs> それでも有名作は、後の映画に影響を与えてパロディーも作られるなど、映画歴史上の文脈のようなものがあるので、評論するためには、 工作の知識はある程度必須だと思っています。個人的には1000から2000本ぐらいがボーダーラインなのかなと思ってるんですが、この点、岡田さんはどのように考えますか？あのね、これもね。さっきの質問と同じなんですよ。あの映画評論家はなるもんじゃないんですよ。あのやってみて儲けて続けるだけなんですよ。だから1000本とか2000本見る必要はないですよね。僕が言うのもなんですけどもですね。その。 最悪、1本しか見ててなくてもいいんですよ。その1本しか見てなくてもその着眼点が面白くて語りが面白くてまあまあ YouTube だったら動画の編集が面白ければみんながもっと聞かせてくれというふうに言うんですよねでその語りでお金を得る仕組み今だったら YouTube なり何なりがあればここまでが映画評論をまずやってみるでそれで何とか儲けてみるってことですよね。あと、それ続けてたら、 人はいつしかあなたのことを映画評論家と呼ぶだけであってですねそのための準備とか知識とかっていろいろねなんかこういう人がいるかもわからないんですけども言う人は別にやってないからですねやってみた方があの分かりやすいですよ。えっ、ー、とねそりゃね1,000本とか2,000本見てる方がいいですけどもその見た映画とこの作品と関連づける 脳内リンクの方が大事なんですよね。でこの脳内リンクって自分のんだろう喋り方とかうん発想法というかねそれに関わってくるもんですしそのレジュメきっちり書いて論理的にこの絵がこうなんだよねだってこうだからっていうようなものとあと話してるうちにそうだそうだって思ってくるものとあと何人かでチーム組んで 映画評論というか、映画雑談みたいなものをしたから、いや、でもこれこうなんだよねっていうふうに言うのとで、なんかね、やり方が全然違うから、うん僕のやり方、あんまり参考にならないと思います。えー、最後のご相談です。ピヨコさん、女性20代。えー、初めて相談します。私の母についてです。 私は現在一人暮らしをしています。母は兄二人と実家暮らし。父親は私が生まれてすぐに離婚したのでいません。お父さんはいなくて、三人兄弟で、お兄さんが二人いて、お兄さんは二人ともお母さんと一緒に住んでいると。で、本人は一人暮らしをしている二十代の女性ですね。兄たちはゲームばかりで、母と話,す話をする時間が少ないようです。そのため、母は一人の時間が多く、つまらないのか寂しいのか、 頻繁にししてててききまますすほう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 内容は行ってきますやってらっらゃいただいまのスタンプ私が見てないテレビ番組の話話話題になっていることについて母が思っていることなのです私は適当に相図ちを打っています私は一人暮らしを満喫しているので母の相手をするのが少し億劫ですですが一人でつまらなかったり寂しいのかなとかわいそうに思い無視したり拒否したりすることもできません母の相手をちゃんとした方がいいでしょうか無視してもいいのでしょうか回答いただけたら幸いです。 えーとねまあ、結論だけ言うと適当に返事をするという今まで通りのやり方で大丈夫でそれが限度だと思うんですよね。ち、ね、ちゃゃんんんと相手したらしんどいし、たらどい自分の元気がなくなくっちゃうんですよねで。無視したら罪悪感でいずれ元気がなくなっちゃうから自分の、ね、適当に相槌で十分でそもそも「行ってきます」とか「ただいま」とか自分が見たテレビの感想とかその番組のリンクを送ってくるっていうのはうーん。 そんんななに、ね、寂しくないと思うやっぱん、そういうことをやる人って日常生活であこれしたら相手が喜ぶかなっていう挨拶のつもりで打ってきてるのであってそれに、ね、既読がついてる限りでり何か訴えてこない限り 別にしなくていいと思うで。どうしても気になるんだったらお母さんがなんかこう打ってきたやつを自分のお兄ちゃんに転送すればいいんだよねでお母さんがこんなこと私にしょっちゅう言ってきてるけどお兄ちゃんちゃんとお母さんの相手してあげてるっていうふうにそのお兄ちゃんの方に打ち返してあげるっていうぐらいでいいと思います。そんんなななななに、ね、あの大人なんだから、えー、孤独感っていいうのがそのの。が20代のあなたほど深刻な問題じゃないの、えー 50超えての孤独感はもう人生のね良き友だから <laughs> 当たり前デフォルトなのでですねでこれが年を取ることの良さだよねなんかそのさ、えー、っと老人あの孤独な老人とかそういうふうな番組を見てねみんなねかもう過剰に心が弱っちゃうんですよで大丈夫あれ50になってくると割と平気だから <laughs>。 そこでね気弱そうに言ってかまってほしい老人のたわごとにそんなに気を使わなくていいから案外、平気ななもんなんですよ。みんな膨大な思い出があるからその思い出と戯れてるだけで実は案外 楽しいいとまででは言わななけども、大丈夫なんですよ。だからそのマツコ・デラックスとかがよく言うよねなんかものすごいあのなんか孤独に最われとかって言うんだけどもあの人それでもなんかあの生き方をやめないのはもうね40代後半になって50代近くになってくると案外普通のことになってくるからそこら辺あんまり気にしないであげてください。俺いつも 基本的にお年寄りには優しいんですけども、ちょっとこれははっきり言ってもね、あの老人の寂しいアピールはそんなに気にしなくていいです。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。